あ、やばくなかった？違う、ここでニードキングの声真似選手権やろ。やばくなかった俺なあ、化け物地味でなかった俺のあのプレー見た？ねえねえ、爪止まってたタイムシフトちゃんと残ってるかな、見てえ俺。ちょっと待ってね、じゃあこれ一回消していいよな。体力めちゃくちゃ残ったよな、全部が見えてたわ、全てが。じゃあ これ見ておいてください、しばらく。皆さんいかがでしたか、僕のアンダーテイル G ルート。すごくなかったですか、すごくなかったですか。ニードキングの声真似選手権も同時に開催してます。何こいつ、アレンジ加えんじゃねえバカ誰が。お前好きなアーティストのコンサート行ってアレンジ加えられた時のあの悲しみな。なんだよこいつ、いけ沼じゃねえかよ。いやーうまかったな俺、ちょっと待ってな、ニードキング全部聞くわ。そっちね、そっちの方ね、ハウヒューンの方ね。なるほどね、アメリカ人のバージョンね。違う、それはね、あ、ま、お前かぶれてるよ。上原浩二がアメリカに行った時に、あいつコテコテの関西人なのにまっすぐって言わずにファストボールで言い始めた時の悲しさな。お前クビ、お前ニードキング語る資格ない。なんか俺自分の耳がおかしいのかと勘違いしちゃうんだけど、こんなんじゃねえだろ、はぁはぁへぇだろ。ちょっと本当のニードキングの声聞かせて。俺が間違ってんじゃねえかって気になってきた。あった、はぁはぁへぇ。ほら俺が一番うめえじゃねえかよ。カイジの世界のニードキングな。おもねえよお前ら。後悔したわ。アンダーテイルやんなきゃよかった。こんな目に遭うなら。一生懸命13時間もやってこんな目合わされるんだったらやらなきゃよかった。ものすごい後悔今押し寄せてきた。まあ無事に皆さん本当にね、昨日11時間かかりましたけど、今日はなんと2時間弱でクリアさせていただきました。いやもっとやりたかった、あの面もっと、もうあと倍あってほしい、あそこで中間であってほしかった、あそこで中間であってほしかった。俺はまだまだルートあるの、まだまだルートあるの。じゃあまたなんか半年後ぐらいに気が向いたらやるわ。いやーなんか年明け、鬼畜ゲーを、なんかポン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 こなしてたけど、まあ回復縛りでやれてよかったかなというふうに思います。別に回復縛ったわけじゃねえけどな。回復全部たまたま使っちゃったルートな。